今までのロックをコピーした人はあのギターを弾いててください。これからのロックを演奏した人は三味線を弾きましょうって言ったらないわと言われた。それはありえんと言われた。でもいいさ、福の里会場に三味線とギターを持っていったら三味線の皮破けてっぺよ。これなんだかすぐ破けっちまうな三味線は。このギターは無事なのにこのダメだなこりゃ。なんか気に食わなくてギターを叩き壊した。すると会場に他のギターが置いてあったので、そのギターを借りることにした。ライブの帰りに楽器店に行くと、ベコのピックが1000円で売られてた。ベコのバッジは2万円だった。2万円か、2万円。お前ギターだったら1000円のやつが、ていうか100円のやつが2万円と、お前高すぎだろこの野郎。あーもう帰りの電車賃なくなっちまうから、ベコのピックでいいべこら。今までのロックをコピーした人は、ああギターでも弾いててくださいな。これからのロックを演奏したい人は三味線を弾きましょうと言ったら、ないね、それはないっしょ多分、てか金かかるねと言われた。しかしあー